く。はあ、これで最後か。団長さん、私なら平気だ。それよりも他の仲間たちを。問題ない。毒ごとき私の戦いを止めるには至らん。さあ次の戦いに行こう。害虫はまだいるだろう。話せ。私は戦わなくてはならない。こうしている間にも仲間が傷ついているかもしれない。私を愚弄するつもりか。どうしてもと言うならやってやる。私の力が。いや、私は屈しない。私が膝をついてはいけないのだ。団長さん、礼を言う。焦って自分を見失うところだった。毒を治したらすぐに戦線に戻る。準備をしておいてくれ。どういうことだ。団長さん、あなたは私の力が必要ないというのか。私はまだ戦える。この程度の傷など次の任務までには治してみせる。私は戦わなくてはならないんだ。恨み、恨みか。恨みならあるさ。だがそれは害虫に対してではない。それは私自身だ。私自身の弱さがたまらなく呪わしい。戦えと叫んでいるのだ。私ではない。私の中にいる弟があの時からずっと叫び続けている。よくある話だ。害虫に身内が襲われてな。弟とその友人だった。私は何とか弟を助け出すことができた。だが弟の命を優先するあまり私はその場から逃げたのだ。その結果弟の友人は助けられなかった。私があの時逃げずに立ち向かっていれば助けられたかもしれない。戦ってという弟の声を聞き届けていればこうはならなかったかもしれない。私に少しの自信さえあれば未来は変わっていたかもしれない。戦うのは嫌いだ。誰かが傷つくのも嫌いだ。だが私が戦うことで守れる人がいる。だから
そんな、私は…私の…それは、どういう意味だ？言葉もない。全く、あなたは変な人だ。あなたと話していると疲れる。だから今日は休ませてもらうよ。今だけはこの気持ちをあなたに託そう。いつか返してもらうために。団長さん、やはり私も同行させてもらえないか。あれから言われた通り体を休めた。もう動けると医者も言っていた。本当だ。だから私も驚いている。特に団長さんの部屋に行った日からよく眠れるようになってな。何も考えずひたすら眠っていたら治ったよ。こんなに疲れが取れたのは久しぶりだ。体を痛めてからようやく気づいたんだ、自分がいかに無理をしていたかを。それに気づかせてくれたのはあなただ。一人で十分だと思っていた。優しさや愛などいらぬ、そう思っていた。だが苦楽を共にする仲間がここにいると知って少し考えが変わった。私が弱いと感じていたのは私の中の愛だと感じていた。愛ゆえに苦しむ、愛ゆえに傷つく。こんなに苦しい思いをするならばもはや〈そんな時に団長さん、あなたがいてくれた。私の本当の弱さに気づかせてくれた。そのおかげで今ここにこうして立っている。どれだけ感謝しても足りないくらいだ。私はあなたの恩に応えたい。改めてお願いする。私を戦場に連れて行ってくれないか。仲間も民もこの拳で守ってみせると約束する。〉本当か。ありがとう、団長さん。もはや私に怖いものなど何もない。団長さん、いや、友よ。この拳をあなたに捧げよう。害虫などではこの私を倒すことはできぬだろう。我が拳にあるのはただ制圧前進のみ。さあ行こう。あの南十字星が我々を照らしてくれるさ。